じゃあ横田さんだぞ。フリーの横田はじめですけれども、昨日ですね、石橋勝彦教授が、外国人記者クラブで、講演質疑を通してですね、その中で1月に原子力規制委員会で異議申し立ての主張をしたんだけれども、3ヶ月経ってもまだ何の回答もないと。田中委員長は非常に忙しくて、まだお読みになってないのか理解してないのかよくわからないがとおっしゃってたんですが、石橋教授の異議申し立て主張に対してどうお考えになっているのか、お伺いしたいんですが。原子力規制庁の総務課長の米谷でございます。今担当課の方でですね、決定書の作成に向けての作業をしておるというところでございます。詰まってくれば委員長にご報告をしてご指示を仰ぎ、そして委員会にかけていくという段取りになります。委員長はお読みになってないんでしょうか。石橋教授の異議申し立ての内容については把握されてないんでしょうか。拝見してません。してないということですか。昨日石橋教授はですね、島崎委員、地震学者の方がいたけれども、思い込みでですね、南海トラフ巨大地震のリスクを過小評価したんではないかという疑問も提示されているんですが、その点についてはいかがでしょうか。以前もテレ朝の方が質問して3種類のうちの1つしか十分に考慮していないと。で、事前にスクリーニングしたということなんですが、その内容を国民は知ることができないんですが、その点について、いかがでしょうか。島崎さんがいろいろご判断されてきたことに対して私から何か申し上げるわけの私は知識も何もありませんし、石橋先生は石橋先生のご持論があるんでしょうけども、島崎委員、当時の委員はそれなりに判断されたと思いますし、そのいろんな議論のやりようはみんな公開されてるから分かるはずなんじゃないの？規制庁の総務課長のコメントにです。いずれにいたしましても、異議申し立てについては、への決定については、今担当課の方で整理しておりまして、いずれきちんと委員会で議論していただくことになりますので、そこまでお待ちいただきたいと思います。はい、他よろしいでしょうか。関連して、昨日石橋教授はですね、もう一点、鹿児島地裁の仮処分却下に関してですね、直下地震、留萌市長南部地震に関して、これも過小評価してるんじゃないかと。で、仮処分の決定ではですね、観測地点のデータをもとに、検討してるんですが、シミュレーションすれば、その値の 1.5 倍から2倍になるということを指摘して、これはシミュレーションを駆使するのは当然のことではないかという指摘をしているんですが、その点についてはいかがでしょうか。石橋さんのことも、その裁判所の決定のことについても私はコメントする立場にはないし、何も言うことはありません。個人がどういう主張されようが、仮処分の根幹的な部分で直下地震のリスクの評価が過小だと、小さすぎると。で、このシミュレーション図をご覧になっていると思うんですが、内山弁護士、原告側の弁護士が、原発地震の、すいません。原発地震動想定のことなのであれば、改めて候補室として、担当者のご紹介しますけれども。じゃあ、一点だけシミュレーションの手法を考慮しない、今回の鹿児島地裁の決定というのは、最新の知見を駆使したものとは言えないとお感じにならないんでしょうか。シミュレーションをした結果も考慮するべきだというふうにお考えにならないでしょうか。総務課長のコメントでございますが、先ほど委員長も申しましたように、私ども仮処分の裁判の当事者ではございませんので、コメントする立場にはございません。委員長の申した通りでございます。はい、それでは他いかがでしょうか。はい、横田さんは、関連ですか。新しいものですか。それじゃあ、簡潔にお願いいたします。
フリーの横田はじめですけども、留萌市長南部地震の件で確認したいんですが、先ほど鹿児島地裁の仮処分却下についてはコメントできないということだったんですが、まさに九電がその直下地震についてリスク評価をして、それが過小だと、いうことは、それを追認したというのが原子力規制庁で、その姿勢を今お聞きしているのであって、で、この留萌市長南部地震の観測点でが最大だというふうにご覧になっているのか、シミュレーションすると 1.5 倍から2倍に、ちょっとずれたところに最大があるだろうというふうに考えて、まあ 1.5 倍から2倍ぐらい、多めに見積もらないといけないんじゃないかと、こう2つの考え方があるんですが、これ委員長はどちらを取られるんですか。大変申し訳ありませんけれども、個別の話なので、担当課の方に問い合わせいただけますか。仙台原発の再稼働の根幹的な問題で、我々の審査の結果を、一応、まあ裁判の方は そういうふうに判断しただけであって、また別の方はまた違ったことを言ってるし、いちいちそんなことに付き合ってる暇はないですね。留萌市長南部地震のそんな、だってシミュレーションやるのが正しいなんていうのは、高知の事実でも何でもなくて、石橋さんが言ってるだけで、あなたが石橋信者だからそんなこと言ってるだけだ。地域地盤環境研究所のシミュレーション結果、見解の相違になっておりますので、これ以上の質問は お控えください。はい、それでは本日の会見これで終わりにしたいと思います。ご苦労様でした。